はい、始まりました。気になるマネーセンス、日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話し,していく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンス彼氏の朝の修理です。はい、今日のテーマはコロナ後の投資に国内リートは不要では。うん、ということで、お話ししていきたいと思います。 チーム7%の会員さんからいただいた質問でございまして、ちょっと読み上げていきたいと思います。はい、いつも大変重要な道しるべを示していただいており、感謝申し上げます。浅田様に示唆いただいたおかげで、コロナを経ても会社の確定拠出年金はほぼ無傷で運用できております。おお、素晴らしい。これは、ありがとうございます。良かったですね。逆にありがとうございます。はい、お,おめでとうございます。<laughs> はい。さて、アフターコロナにおけるアセットバランスについての質問です。 今回の COVID-19、まあ、コロナですね、うん、による騒動によって大都市大企業を中心に案外日本でもテレワークが可能であるということに皆が気づいてしまいましたそうなんですよいや本当その通りなんですね素晴らしい、ね、できちゃうんですねコロナが落ち着いて仮に全社員が出勤可能になっても一定数のテレワークは残る公算が大きいと思います社員の3分の1あるいは社員の2分の1をテレワークにすれば単純に東京や大阪を中心にオフィス需要は減ることが予想されます さらにテレワークの普及によって通勤する人の延べ人数が減少するかもしれません通勤の頻度が減少すれば都心近郊のマンション価格も低落下落傾向になるように思えます私にはこの後しばらくは国内リートについては値下がり要因しか思いつきませんチーム7%会員の多くは危機回避中でニュートラルに近い状況です 今、リートに変えて有望な商品市場、例えば底値に落ちたかもしれない原油などに推奨銘柄を変えるという選択肢はありでしょうかそれとも今後もチーム7%では国内リートを推奨し続けていかれるのでしょうか浅田様のご見解を賜りたくお願い申し上げますと,、はい、ということで、えー、質問いただいております。なるほど。はい、はい、すごくいいご質問ですよね。はい、はいあの。まずはあの無傷、ほぼ無傷ということで、うん、まあ、多少は。 傷負ってると思いますけど。まあまあそれは。まあそれね、下がっちゃってますからね。だけども、確定拠出年金ね、長い期間投資されていると思いますので、いいですね。はい。これは非常にいいと思います。おっしゃるように、やっぱりテレワークっていうのが一定水準普及するのかなというふうには思いますけども、3分の1とか2分の1というふうにおっしゃってるように、全部が全部っていうのはなかなか難しいのかなと。で、それとやっぱり、その住居。 に関すするものものかななり大きくなってますね、うん、えそのこのテレワークっていうのは基本的にはその遠隔でワークをするということなので、はい、あの在宅ワークとは基本的に違うんですよ。ああ、はいはい。まあそうですね。はい、うん。確かに。なので、うんえと、在宅でするっていうのが、そもそもそういう家を用意していない。 そうでしょうね。その働く場所を確保していない。うんうん、例えば自分自身の書斎っていうのがリビングにしかないっていう方にとって、うん、まあ一日中いるところで、うん、あのね、片や仕事してて、片やテレビ見てるて奥さんがいらっしゃると、ね。<laughs> いうのはちょっと、うーんってなる場合もあるわけですよね。ねじゃあ実質があるのかっていうと、まあ子供部屋に取られてるとか、うん、まあそういうようなこともあったりはします。なので環境的にも、まああの整備が必要になってきたり、うん、まあ当然一人一台パソコンがあるとかっていう状況 状態の会社だけではないと思うので、うん、そもそもね、あそこら辺のその環境整備にはかなり時間がかかるだろうというふうには思います。すね、一時的では、まあそれが、はい、それ。 これの接中案みたいな形で例えば都心に行くんじゃなくてサテライトオフィスって呼ばれるものですかね東京圏ではなくて日本全国バラバラでいいよというところで住む場所はどこでもいいので大きい会社であれば関東とか関西とか中部九州とか北海道とかっていうところの拠点があってその拠点のところの近くにサテライトオフィスがあってそこに勤めるというようなこともあるかもしれませんし うんうん、もしくは、ーキングスペースペだったりりとかあ<ー>まあそういうよういよなものものあります、はい、で大企業は一番問題としてあるのはテレワークに行けない要因の1つはセキュリティですね。すね VPN とかそういう整備をしないと、うん、顧客の情報漏えいっていうのが、ね、今でもやっぱりありますんでね、うん、でそういうようなものでパソコンの中から見るっていう、うん、そういうふうになると、まあ、そこのデータが引きこ抜かれるとやばいと。うん、まあ当然ウイルスソフトだけでは あの対応はできないので、うん、もうデータのある場所であったりとか、まあその管理の仕方、うん、でそれを教育するっていうこともすごく大事になってきます。うんすね、ま全部クラウドにデータがあるという状況でも、やっぱダウンロードしてしまえばアウトだし、うん、それがパケットがま筒抜けになってたりとか、いくら暗号化されていても、そういったものもあります。うん、えー、そこら辺比べるとキリがないので、あの確かに物理的には可能になっているけども、うん、その技術的に可能なのかっていうことと、生活と切り分けができるのかっていう。 ところでなおまた全ての会社がテレワークに行くっていうことはなかなか難しいのかなっていうふうに僕自身は思っていますただおっしゃるように一定数はやはりテレワークの方に行くっていうことはあると思うんですねこれはもう会社にとっても経費削減になるし、うんうん、クオリティオブライフの向上 になったりとか、うんうん、そういうい意味で、えー、と推進していいいく会社は多いと思います、うんうん、で災害にも強いし、まあ、こういうような、まあ、そのパンデミックにも強いし、うんえー、もっと言えばまた新たな販路っていうか、うんえー、ビジネスチャンスっていうのも、まあ、生まれるかもしれないので、はいはい、こういう変化はね、うんはい、そこに積極的に取り入れていくっていう会社は多くなると思います、うん、じゃあ,あのこのテレワークがある程度普及していくっていう段階においてですね、うん J リートにかかるその変更要因というのはどういうものがあるのか、うん。まあ確かに通勤する延べ人数は少なくなるでしょうし、うん、えと都心の,その需要というのは減るかもしれないんですけど、うん、なお、一定数需要は残ると思うんですね、うん。で、その考え方としては、うん、例えば J リートで都心のところのオフィスがあったとして、仮にそれが、例えばある会社が借りていて、その会社がテレワーク半分になったということで、オフィスを半分に減らしますと、うん、いうこと半分抜けたとしても、うん、はい そこが一等地であるならば、うん、やっぱり入ってくるんですよ。う,ね、うん。きっ,っ,っこ密集化していくって言った方がいいのかな。ねうん、うん。あの、やっぱりどうしても必要な部分っていうのはあって。うん、で、それがまあ密集を避けていく、三密を避けていくような形、日本の全国にバラバラにあるっていう状態には、やっぱりならなくて、いわゆるその主要な都心っていうのには、やっぱりある程度人口があると。うんうん、ただ、こんだけ日本、あの、日本でいう東京圏に密集するっていう、うん、 のが薄ままるとは思いすけどやっぱりなおそこにオフィス需要っていうのはあると。で、J リートは全国の不動産物件を持ってるわけではないので、その中でもやっぱり優秀なところというか、非常にこう、採算性の高い。まあ、よりすぐりの。そうですね、よりすぐりのところですね。そうあってほしいなと思っますまあそうですね、そうなりますよね。なので、そこはあるのかなと思います。で、当然、そのテレワークが増えれば、東京近郊に住んでるマンションというふうにおっしゃいましたけども、 えー、確かにそうですよね。うん、えと今までそのドーナツ化現象ってねあの昭和の時代は言われましたけども、うん、都心の価格が高すぎて、うんまあ、あるいは購入する。 土地もまたそのマンションも買えないので、うん、いわゆる価格的に似合う、うん、ちょっと郊外通勤圏で言ったらまあ東京圏の人だと2時間ぐらいはと通勤圏に入るのかなそうするとその2時間で通えるような距離新幹線を使ってたりもするんで、うん、まあそういうようなものの距離で、えー、と買っているっていうところは、まあ、価格は下がるだろうなと思います。そこに興味がないいっていうかあ 千葉の方であったりとか神奈川県の横浜伊勢であったりとかそういうようなところから通勤をするっていうような状況になってくると今まではそれが当たり前だったかもしれませんけどじゃあそこでテレワークをするぐらいならもっと郊外でとかもっと物価が安いとか住みやすい地域へっていうような形にもなるんでそこの需要っていうのは若干下がったりもするのかなというふうにも思います。ああと他ににリート関ししてては事業系のもりま えーまあ、例えば物流施設であったりとか、はいはい、商業施設、うん、ホテル業だったりとか、うんまあ、そういったいろんな業種が入ってたりもしますので一概に、まあ、それだけではないよっていうことは、うんまあ、一つ付け加えておきますとここで、まあ、やっぱり J リートの、まあ、大きく2つ見ていきたいと思うんですけども、はいえー、J リートが、まあ、全部 J リートでね東証、えー、リート指数の中に含まれている保有不動産の、まあ、用途別、うん っってていうのをちょっとね、えー、出してみますでこれは不動産証券化協会というところのサイトの方でね、えー、とまとまっているものをそのまま引用させてもらいますけども、うんえー、取得価格ベースで計算するとオフィスが41%、うん、で商業施設が17.4%、うんえー、住宅が14.3%物流施設が16.7%、えー、ホテルが8.3%その他に、えー、続くというような形になりますけども<ー>、えーまあ、オフィスがまあ4割近くを占めていると。 住宅って低いんですね。えっと多分ですね、個数は多いんですけど、うん、取得価格ベースなんで、あ、はい、あ、それはそうなりそうです、ねはい。そうですね。で、うん、オフィスってやっぱりその一等地に建てないとまあ需要がないので、うんうん、どうしても価格は高くなるのかなと。うんはい、なるほど。それとやっぱりこう。 森ビルとかもありますけどももう一棟になるので丸ごと丸ごとになっちゃうのでやっぱり多くなるのかなというふうには思いますねここの中で住宅の占める割合っていうのは少ないということですでオフィスの割合が多いとそのオフィスもやっぱり一等地持ってることが多いのでじゃあそこが例えば日本の会社のすべてが2分の1とか3分の1のテレワークが生まれたとしてじゃあそこのオフィスはガラガラになるのかね ハムケのチーズみたいになっちゃう、うん、まあそこまで行けば多分ガラガラになるかもしれないけど、うんうん、そこまで普及するともちょっと思えないので、うん、まあ3割。 テレワークになったとして、うん、じゃあオフィスは3割減になったとしてこの J リートの保有している不動産のそのオフィスが3割の中に含まれるかっていうともうちょっとコアの部分にあるのかなとああもうど真ん中みたいなええーうん、価格は確かに下がるかもしれない競争力は下がりますし需要が下がる以上ですねうん、価格は下がっていくっていうところはあるかもしれないですけど、うん、なおやっぱり収益物件としてはまあ魅力的なものにはなるのかなと、うん、で商業規制に関してはまあ,あのこれはねあの人口のものもありますのでまあ、うん あのコロナ禍の,その動きで緩やかにやっぱりその郊外の方がメリットが高いということであれば、まあ、地方都市の消防施設とかが建ったりとかあ<ー>まあ金沢も結構建ってますけども。 えとそういうような動きにもなるでしょうしうん、うん、こういうコロナを受けてやっぱり J リートに関しても、うん、あのもっと幅広い銘柄を用意したいということであれば住宅の比率も増えるかもしれません確かにそうですねなので、まあ、この5の先は分からないですけども、うん、まあ少なくともこういうよまあパーセンテージになってますよと、うん、でもう一つ、えー、見ていただきたいのが、まあ、所在地別っていうものがあります、はい、で所在地別で、まあ、東京都心の5区で32.3%、うん、これもほとんどオフィスだと思いますけど<ー>オフィス以外もこれ住宅もね用途は 全部ババラバラに入ってますので東京都心 5, 5区と23区の16.3%を足した、まあ、48.6%が、うんまあ、一応東京圏まあ応東京圏。 東京にあるいこれは人口比率から言うと、うん、まあまあなのかなというふうには思います。と、うん、いうのはまああの人口比っていうのがありますけども、まあ、これは関東なんで関東も入れた方がいいかな。そうですねで関東の方を入れると22.8%を足しますので。 71.4% 71. が関東圏にある不動産の収益物件であると、J リートはね、はいはいで。で、人口比率なんですけど、ちょっと人口の分布のデータがちょっと古いんですが、うん、まあ平成24年度の人口比率で計算すると、えー、33.4%あります。地の分布を 見れば、まああのー、人口比率は確かに関東が33.4%なんだけど、うん、地価、まあこれ取得額ベースなんで、うん、J リートのデータはですね。はい、なので、まあ、地価を考えれば7割ぐらいが東京にあるっていうのは、まあ比較的、 まあ、バランスよくっていう感じではないかなというふうには思いますやっぱり地方は安いしね東京が、ね、東京が異常なんですよ東京が異常なんですよ、うん、<laughs> もう不動産なんか,か借りたいとも思わないから非常に高いですよねまあ僕自身が東京に住まないってい宣言してるのはそれが理由で、うんうん、東京ってねやっぱり便利なところはあって、まあ、いわゆる優秀な人材もあの中にいるし、うん、えとなんていうんですかね海外の都心とかを見ても、うん、え採用がねものすごい良かったりとか、うん、優秀なね、えー、方とか。 たちをこうすぐに採用でできるのでうん、うん、その意味ではやっぱり地価を払ってでも、うんうん、そこに、まあ、あの本社は機能を持っておくっていうのはあってもいいかなっていうふうには思いますけどね<ー>そ,れそれはそれなりにメリットがあるというふうには思いますけどもね、うん、でこの2つから見て分かるところっていうのは、うん、まあ地域の偏りっていうのは、まあ、それほど多くはない、まあ、地価ベースであの言えば、まあ、それほど偏っているわけではない、うん、ということとやっぱりなおこの方の懸念であるそのオフィス需要っていうのがどうなるのかっていうところですけど3割減ったから と言って J リートの収益率が3割減るかとかまあそれ以上に減っていくかっていうふうには僕は思ってなくてどちらかというとまあ例えばテレワークが3割になったときにまあじゃあ需要が3割減っただけども J リートの利用はまあ価格としてはまあその3割の需要が減った分の見合うものではなくてまあ1割程度になるんじゃなかろうかとここら辺はやっぱりシンクタンクとかそこら辺のデータを待たないと何とも言えないんですけどもまああの僕自身の,その予想としては そういうふうに思います、うん、はい なので、まあ、値下がり要因は確かにあると思うんですけども、うん、あの収益物件なので、うん、と J リートってやっぱりその利回りですね、えー、と全部配当に回すっていうことで法人税とかそういうのが免除されてるっていうか、まあ、あの格安になっているっていうところがありますので収益が上がるんですよね。うんうん、で取得価格自体はもう買ってしまった以上はもうしょうがないんですけども、うん、全部利回りに回すっていうことになると多少利回りがあの下がるかもしれませんが、うん、えこれから先もあの積立投資をしていくにあたってですねやっぱり 利回り上がっていくんで、うんうん、相対的にはですね、はいうん。だから、まあ、その意味では、あながち、まだ、あの、捨てたもんではないのかなと。いうふうには思っています。で、えっ、ー、と、あとはですね、リートに変えて、ええー、商品市場。 を推奨するのかという選択肢はありますかということですけどこれはないですねこれは前のゴールドの時もそうですね商品市場に関しては保有自体にコストがかかってしまうっていうことがあってそれが結構バカにならないんですよ確かに原油価格とかそういうような価格だけで見れば上に上がってるんですけどあれを保有コストとして見てそれも全部こまえた目でかかるとやっぱりこうグッて下がるんですよねコストかかりますからね原油にに関しても確か 金額下がってはいるんですけどもまあ下がる要因もあります、うんうん、まあ果たして保有しておく必要がある僕らの全世界投資の,その全世界にまんべんなく投資をするっていう理念から考えてもそれを保有しておくっていうことが果たして必要なのかっていうと、うん、これはやっぱり過去の証券ベースで手数料とかそういったものも入れて保有コストとかも全部考えて証券ベースで考えた時インデックスではなくて商品証券ベースで考えた時にはちょっと興味がないなというふうに、うん 感じています。はい、まこれはまあまだね継続的に見ていくものではありますけども、うんうん、残念ながらここでリートをやめてえっと消滅するっていうことはないですね。うん、はい。これはまあ今も私も考えてないです。はいうん でなので、まあ、結論としては、うん、まあ今後もやっぱり J リートは、うん、あ保有しておくだろうというふうに思います。うん、まあアセットバランスに関しては、もう申し上げている通りなので、変わらないですねこれでも、あれですね、J リートの,この例えば所在地別比率っていうのも、もうちょっとこう、なんでしょう、東京以外に膨らんでいく可能性もななくはないそうですね、まあ、あの動きによりますかね、うんうん、僕らみたいな会社、もう本当にテレワーク、準 テレワークっていう会社が増えていくっていうことは,ことはまあ多分想像に難くないです、ね、特に IT 系はね、うんうん、できますからね、はい、でまあ,あの本社機能の中でもバックオフィス的なもの、うん、であったりとかユーザーサポート部門であったりとか、うんまあ、そういう,うなところはテレワークっていうのがあるのかなと、うん、で今までもねやっぱり時短で例えばお子様が生まれて、えー、と時短の勤務になっている人がいて、うん、まあ僕自身もなんかいろいろ問い合わせをするんですけど時短してるので時間はこんぐらいでお願いしますみたいなそういうようなメールを 何個か受け取ったこともありますので、はいはい、今までまあ普及はしていたとは思うんですけど、それがまあ一気にこう加速するというか。うん、一つの部屋のタコ部屋みたいなところで、もうユーザーサポートのチームがダーッて並んでるっていうような状況ではないのかなと思ま、ね。ま、うん、あ、よく見る光景ですよね。ええ。ただまあ、当然やっぱりそこで疑問が生じた時に、すぐに上司に聞かないであったりとか、うん、横の人に聞けないであったりとか。うん、まあ、そういうようなものもありますので、うんえー、そこら辺の企業文化であったりとか、うん、まあ、その情報共有ですね。うん、ナレッジベースって呼ばれるものですけども、うん、あの、そこら辺の整備っていうのもあは。 うん、でうちの会社もナレッジベースすごい力入れてるんですけど、うん、あの当然テレワークなんで、はいえー、これね本当にノウハウいるんですよ、うんうん、でやり方間違えると本当に情報が散乱してしまうので、うん、あのそこの部分はまだ普及には難しいのかなと、まあまあ、うちとしても発展途上の、ね、そうですね発展途上ですねうん,うんここはねまあ、これ経営者としてはすごくこう考えてやってはいるんですけども、うん、そうなかなか ささっとで、うん、できるようななももんでもないでやっぱりテレワークの方がいいよというふうに言いますし、僕自身もその方向に行ってほしいし、うん、将来的にはあのパソコンとか、まあまあ、例えばスマホになるかもしれませんが、うん、タブレットとかね、まあ、そういう端末は変わるかもしれないですけど、働く場所っていうのが選ばないで、うんえー、働く場所は選ばないで、いろんなところで活躍できると。うん、まああの今後もね、えー、おそらくそっちの方向に向かっていくんだろうし。 で人が介在するっていうのはよりその専門的な、うん、またはより、えー、ジェネラリスト的な、うんうん、そういう業務になっていくんだろうなというふうに思いますね。でその意味でこのテレワーク、うん、っていうのがまあどういうふうに普及していくのか、うん、まあただ人に会わないっていうふうに生活すること自体は人間は耐えられないので、うん、そこのはその文化 がどのようにこうまあ再構築されるのかっていうのもこれはまあ人類学的な視野ですけど、そういうのもまあ個人的には興味がありますね。新しいなんていう視点に立った感じはありますよね。今回のコロナウケてね。でまあやっぱりテレワーク僕らもまあちょっと余談になりますけど、まあテレワークやっていてえっ、ー、とやっぱり人に合わないっていうのがあるので。うん まあ、うちの会社もね結構そのレクレーションであったりとかあの会ってね、うん、えと一緒に一緒の場所に会って、えー、話をするっていう機会はできるだけ設けるようにしているので,、うん、でそういった文化も作らないと、うん、社内に作らないとおやっぱりテレワークでいってどん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 経費削減削減っていくと人間がついていけないというか人間が耐えられないといいますかね。うん また新たなそのテレワークうつみたいな、弊害も生まれてると精神的に病んでしまうっていうようなことはあるんじゃないかなというふうに思いますね。うんはい、なので、このご質問から見ると、あのそれ以外のところで、やっぱり少しテレワークに対するあの壁って言いますか、うんえー、ハードルっていうのは、やっぱりま,まだあるのかなというふうに思うので、そこまでドラスティックには変わっていかないかなというふうに思います。ゆ、うんうん、ゆるゆると まあ、絶対そうにはなると思いますね。おっしゃるように、うん、まあ、やっぱり3分の1とか2分の1っていうようなレベルであれば、うん、まあ、あと5年とかぐらいの中で言えば、うんうん、まあ、達成可能なのかなというふうにも思うし、うん、そっちの方にぜひ行ってもらいたいなというふうに思いますね。なので、まあ、その頃になった時に変化が生まれてくれば、うん、まあ、アストバランスの多少の<ー>お動きはあるかもしれませんが、はい、一応、その推奨として出しているのが単位ン5%単位で出しているので、うんうん これをまあ1%単位にすれば、まあ多少の変更はあるかもしれないですが、うん、その程度ですね。そうですね。5から10になるか、5から0になるか。えー、だから0になるってことは多分ないと思います。うんうん、はい。まあやっぱり国内リートまあい住むとか、活動拠点っていうのは、経済の中でですね、うん、まあ必要な、事業体に必要なものっていうので、まあ,あの土地、ランドっていうのがあるんですけど、うん、まあそれはやっぱ関連的な場所っていうのも必要で、これはやっぱり土地っていうのはね、やっぱ切っては切れない。人間がまあ物理的に存在する以上、うん、あの、必ず、 土地は必要で,はい、はい、でそれは、まあ、いくらテレワークにしたって、うん、うちにも一応事業所はありますし、うんはい、でそこに人が集まることもありますうん、うん、だからそういうような場所っていうのはまあ、やっぱり消えないんですよね、うんうん、なのでまあ、オフィス需要がゼロになるってことは絶対ないし、うん、3割削減されたからといって、えー、と3割の需要が減るかとも思わない。 なので、まあ、ここら辺はちょっとまだ微小なのかなと、うんうん。そういう意味では、まあ、このご質問はちょっと先に進みすぎている感はあります。でも、その方向に行くんであれば、また将来変わる可能性はあると、うん、いうことは、まあ、当然あるだろうなというふうに思いますので、まあ、今後もそれはもう本当に年単位で見ていこうかなというふうに思っています。うんうんうん、はい。まあ以上ですかね。はい、はい。で、何か参考にしていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。 これからもお金に関する役立つ情報をお届けしてまいりますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。また、マネーセンスカレッジでは無料で受けられる講座を多数用意しています。気になったタイトルがあればぜひクリックしてみてください。それ,それでは次の動画でお会いしましょう。